クイーンステークス2022、昨年ワンツー決着、4年続く外球法則。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、クイーンステークス2022をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のクイーンステークス外球傾向を学ぶということで、外球部は過去のクイーンステークスでどのように構想するか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のクイーンステークスはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら2018年のクイーンステークスの傾向でございます。1着はディアドラ、2着はフロンティアクイーン、3着はソウルスターリングでございました。好調した1着と2着は外球仕上げとなっております。そしてこちら2019年のクイーンステークスの傾向でございます。1着はミッキーチャーム、2着がスカーレットカラー、3着はカリビアンゴールドでございました。今年は1着と2着が外球仕上げとなっております。そしてこちら2020年のクイーンステークスの傾向でございます。1着はレッドアネモス、2着はビーチタンパ、3着はスカーレットカラーでございました。今年は2着と3着が外球仕上げとなっております。そしてこちら2021年の傾向でございます。1着はテルセット、2着はマジックキャッスル、3着はサートのセシルでございました。今年は1着と2着が外球仕上げとなっております。クイーンステークス2022年ネラノアということで、大きな傾向が見つかりました。ビクトリアマイルからの外球仕上げは着順無視で下位のパターンでございます。2018年3着のソウルスターリング、2019年1着のミッキーチャーム、2020年2着のビーチサンバ、2020年3着のスカーレットカラー、これら該当しております。それぞれビクトリアマイルは7着、8着、9着、15着と大敗しておりますので、その巻き返しが狙い目でございます。昨年はテルテッドが14着から、マジックキャッスルが3着からということで巻き返しを起こっておりますので、着順関係なく狙っていくのはいかがでしょうか。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。